おはようございます。引っ越します。もうすぐ、カンボさんと、あと今日ね、友達が、車を出してくれるので、そこにね、まずね、荷物を突っ込めるかっていうね、ハイエース1台に全ての荷物を突っ込もうとしてるっていう感じなんで、いけるかっていうチャレンジスタート。いや、カンボさん来ましたよ。朝の8時から、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。ありがとうございます。行きましょう。行きましょう。何その格好。僕も最後っすね。いや、そうっすよ、本当に。ちょっと新天地に行きましょう、カンボさん。そしてカンボさん多分批評なんですけど、今日ね、友達がハイエース出すって話だったと思うんですけど、完全に寝てます。埼玉からやってくるから、そいつは。行きました。結構かかり ます。積んだかもしれない、急に。でもほら、ギリギリになると言ってたから。いや、もうでもおかしいのよ。朝の5時に連絡して、連絡返ってきてなくて、未だに連絡がなくて、8時過ぎてるって。寝てますね。これ寝てますね。あ、出した。鬼電した方がいいです。鬼電だな、一旦鬼電なんだけなんで、ど、まあ、ただ車だったらっていう。これは黒です。プロとしてはもう黒ですよね、黒これです。は。あ、出した。昨日だって夜、よろしくって言ったんだけどいや、な。だからそんな、昨日のよろしくなんて、夜と朝違います違いよ。ますから。寝てますからね。もう昨日のよろしくは、今日のさよならですよ。さよならです。本当に。いや、これはまずいですね。なんかあったかと思って。来ましたよ、と。ミスターハイエースが、ミスターハイエースが目を覚ましました。これで、なんとか首の皮一枚。繋がったぞ。繋がりました。さすが。あ、見て、シュン。発情してる。ハイエース1台。カンボここね。じゃあ、バイバイ。ほな、行くでー。じゃあ、スタートでーす。はい、いろいろと運搬が終わりまして、ここから水浴びタイムです。そして昼を食って、今度は本棚とかを探しに行くという感じでございます。死にそうです。今14時ぐらい。結構病院の帰りにサイゼリヤやってたんですよ。ジンプリンの好きかも。全部持ってかれました。 IKEA に到着でーす。こっち向いてるんですよね。そうそうそうこっちそう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 
ララポート何やねん、ハッピーアイスクリーム1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これ10数えられたらどんなにしなきゃいけない。いや、あの、来るのか分かんなくてね、結構な数字か。買い出し全部終了です。はい、というわけでカンボさん今日お疲れ様でした。本当にありがとうございました。朝から晩までお付き合いいただいて、なんとかなりました。じゃあちょっと新しい、いやありがとうございます。じゃあこれからちょっと新天地で頑張りますんで、はい、あの、まあ、普通にあの部屋で撮影しましょう。しましょう。ぜひぜひ、僕も楽しみにしてます。じゃあ今日はお気をつけてお帰りください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に一言視聴者の方にお願いします。帰ったらセックス。きつい。